この防災教室は尾鷲海上保安部が初めて行ったもので、尾鷲市の宮の上小学校の4年生11人が参加しました。参加した児童は地震や台風など自然災害を想定した防災を学んだ上で、海上保安部の仕事も体験。巡視船の操縦や放水銃を使った消火作業に当たったほか、救助時に使うロープの結び方の指導もあり、一生懸命取り組んでいました。尾鷲海上保安部は災害の危険性を認識し、問題意識を持ってほしいとしています。